はいどうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていきましょう。やっぱりね、3000は甘い。見たでしょ、俺の3000。ということで今日は、まあサムにね、出してるかもしれないですが、やっぱさ、男は一発、6000勝負。もうこれ毎回言ってるんですが、6000勝負なんですよ。行きましょう。耐えましょう。この、購入の特典でね、まあ、一つこう、手に入ってるので、で今日はま、11個ですね。11個で。北斗ね、やってなくて、見てるよって方もね、コメントいただくんですよ。今、石、まあ、6000使ったんですが、6000はね、まあ、だいたい1万5000。1万5000の勝負っていうのは、あっという間だよというのをね、ちょっと見せたい。はい、ということで。これですね。特定許可の、まあ、宝箱。狙いは、前もね、話したんですが、一つの箱で、5個のアイテムが出ます。狙いはここです。奥義書交換メダルの、かけ100。これが 0.3%。と、もう一つね、200枚出ることもあります。これが 0.7%。だここですね、狙いは。今、メダルが82枚。はい。で、200枚で、まあ、欲しいアイテムと交換できるという、そんな感じになってます。で、フーファーがね、良くなかったんじゃないかと。まあ、シャチの奥義書じゃないですからね。それ俺もね、反しました。はい、ということで行きましょう。もう11個一気に上げます。もう、だらだら1個ずつ開けて、尺稼ぎとか俺はせんから、もうこれ一発いくから。じゃあ行きますね。これが男の、激アツ！さらばだ。ケンシロウ。